はい、皆さんこんにちは。毎週木曜日夕方4時の時間がやってまいりました。ぶっちゃけ本物美容クラブ。最近美容クラブというよりもなんか人生のいろんな話の面白いこと、太ったり痩せたり食べたり飲んだりみたいな、はい、ね、あのまあストレスなしでね生きていくのが一番いいんじゃないかなということで、いろんなあのまあごく普通のあの女子たちが、女子たちって言っていいのかな、おばさんたち、おばさんたちかな、うん、があの、ま、クオリティ少しでも高くノンストレスで、ね、人生100年時代を生きていけたらいいよねっていうような、 あの、ま、あっちこっちでねこう話しているような内容をもう発信して、ね、ここで気づく人はじゃあ、ね、先週はだから食べ物のね食事、あのここにハマってるっていうようなね、例えばカフェだったりとか、あのまあ、どんぶりもんだったりとかそばだったりとかね、それをお話ししたん、じゃあこれを聞いてそこ行ってみようかなとかね、確か去年の今頃はここのエステが良かったとか、ここのマッサージがいいわとか、そういう感じでナチュラルだとかね、そういう話をしてたんですが、ちょっとね最近思考をもう変えて、もう本当にごく普通の方たちがあの取っかかれるような感じのお話に変わってきています。でまた今週も、玉のりちゃんこと玉木のりえちゃんと三つ子先生こと赤峰三つ子先生と3人でお送りしていくわけですけれども、はい、ではタイトルコールでぶっちゃけ本物美容クラブ、はい、パチパチお決まりパチパチ、はい、ということで、またね今日この間の続きで、今日は多分女性必見というかね、聞いてる方いるのかなっていう感じなんですけども玉のりちゃんが、うん、もうなんと半年で11キロ、そうなんですよ、本当にそうなんですよ、すごい、私たち ね、 あの本当いつもね、うん、玉のりちゃんと会ってて、最初の頃は全然気づかなかったけど、気づいたらそれだけ減ってたみたいな、うん、すごいよね、すごい、あの写真とか写真で見たらもう本当にね、そうすごいということで、うん、ちょっとそのねダイエット、うん、ダイエットっていうかなシェイプね、うん、どんな風なこの気持ちで、うん、どういう風に取り掛かって、うん、どんな風なことをやってきて、うん、どういう風に、まあ、減ってきて、うん、キープして、まだこれから先ね多分減ろうとしてるんだよね、うん、減ろうとしてるんですけど、なんかその辺をまああの流れでね、うん、じゃあ来週これやってみたいな感じでお話ししてもらうようになったのでもうこれダイエットしたい人必見だと思うんですけど、うん、絶対に、だってなかなかさ10キロってねない、半年でですよ、すごいよね、うんうん、じゃあその辺のお話をしてもらう前にまたじゃあ自己紹介お願いします、三つ子先生。はい、私あの三つ子先生って言われているのは一応琉球美容を教えてます、三つ子先生こと こと赤峰三つ子です。よろしくお願いします。ちょっと今日なんか、うん、おかしいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあ玉乃ちゃん、はい、玉木のりえと申します。周りから玉のりちゃんと呼ばれております。街で見かけましたら見たことないと分からないですよねあの実は主人がですね、あの沖縄を主体に、落語家をやっておりまして、講座名が南帝国体という名前で、うん、上がっております。また、この国体の方の宣伝もまだあの時間があるときに宣伝させていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、しっかり旦那様の宣伝、そうですね、宣伝してましたね今ね、うん、最近お会いしてないですか、お元気でしょうかちょっとあのコロコロ太ってきてますそうなんだ幸せ、そうなんだ旦那、ちょっとあの後でダイエットの話にちょっと通じるところがそういうことね、なるほどね、はい、じゃあということで早速、うん、そのダイエット、私もそのたまりちゃんのその話をしっかり聞、うん、あの最初から最後まできちんと聞いたことがなくて、うん、なんかズームでこの間やってたよね、やってましたよね、ズームでね、お話ちょこっとされてたじゃないですか、うんうん、それ私入ってないのでそのズームに、だからちゃんとあの聞いたことないなとか思ってて、はい、はい、でもうあのとりあえずその、まあ、何がきっかけで始めたかからなんかちょっとお話ししてもらったらいいかななんて思うんですけど、お願いします。はい、
どうぞ。あ、もう始まってるんですね、はい、始まってるの。あ、分かりました。もうすぐ振るみたいな、はい、分かりました。あの、実はあの、私、今ダイエットやってる、ダイエットやってるってことは今ご紹介いただきましたように、今年 の、 あのお正月1月1日にやるぞって決めて始めたダイエットになるんですけれども、うんうん、そのダイエットをやる前がですね、実はあの、私、アトピーがとってもひどい人だったんですよ、うんうん、それとあと、あの、なんか高脂質症って言ってコレステロール値がとっても高くて、あの、薬を飲みながらちょっとコレステロール値を下げていくっていう、あの、ちょっと病気を持ってたんですけれども、そういうのがあって、じゃあなんでそういうことになるのかなっていうところに うん、あったんだろうっていうところ、いろいろちょっとやっぱり自分なりに調べて、腸内環境が悪いとそういう病気を引き起こすんだよっていうのを最近ちょっとよく言われてるのを耳にしまして、ある、サプリメントをちょっと活用しながら、そういうのが改善できたらいいなということで、あの、実はそれを飲みながら、うん、約1年ぐらいですかね、1年ぐらいでそのアトピーも改善されまして。そうだよね、めっちゃ綺麗になったよね。そうなんですよ、うん、もう本当にアトピー時代ってそれを飲みながらでも、まあね、その飲んですぐ効くものではないので、やっぱり飲み続けて徐々に改善していったっていうところなんですけど、うんうん、最初はそのアトピーもやっぱりこう顔全体が痒くて、いつもあの爪楊枝で顔をツン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 刺したりとか。それ聞いた、まあ、うん、そうだね、私今しか知らないから。そう、会社通勤するときに車を運転しながらもツン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 刺したりとか。痒いから、痒いから、うん、でもこう爪でやったらかきむしっちゃうからみたいな。で、あと化粧もいっぱいしてるので隠すために、爪にあのファンデーションがとか、そういうのも嫌で、もうツン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 やりながらとか、うん、あとはちょっとあの体温が上がるとまたさらにあの熱くなって痒くなっちゃうから、うん、あの保冷剤をいつも持ち歩いてこう冷やしながらとか、うん、そういうちょっと、辛い環境下の中で毎日を過ごしてたんですけれども、うん、まあ、そのサプリメントをちょっと飲むようになって、徐々にその腸内環境が良くなってきたんでしょうね、うん、あの、徐々になんですけど良くなってきて、気がつけばいつの間にか、うん、そのかゆみとかもなくなり、薬も一切も飲まなくなってしまったっていうところなんですけれども、うんうん、合わせてその高脂質症の方も、うん、あの、血液検査とかで正常値に戻ったりとかですね、そういうことかなり、いいものに巡り合えたなというところが、去年の年末ぐらいにちょっとはっと気づいたことなんですけれども、うん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 、じゃあその次にちょっと腸内環境が良くなればダイエットもちょっと成功するんだよっていうのをちょっと耳にしまして、うんうん、あ、じゃあ私もちょっと やろうかなっていうところで始めたものなんですけれども、うんうん、まあ、そのダイエットをやるっていう決めたことにあたっては、まあ、あるきっかけもいろいろありまして、うん、まあ、皆さんよく太ったら困ることって言えば服が入らなくなるよとか、うんうん、あと私の中で一番ショックだったのが、あの、身内、あの、うん、実家の方の家族の方からの内部告発っていうのがありまして、何それ、何内部告発。そう、この前ちょっとあのズームでもそれをちょっと言いたかったんですけども、それを忘れちゃっててぶっ飛んでしまって、あの、実はその内部告発っていうのが、私の悪口じゃないんですけども、私のことをこう呼び名がですね、お姉ちゃんではなくて、あの、ノリデラックスっていう言い方をされてたらしいんですよ。マツコデラックスにかけてですね、あ、私ミツコデラックスって言われてしまうなんかそれを、いやだね、そう、めいっ子から聞いてですねすんごいショックで、あ、そんな風に思われてというか、そういう風に見られてるんだっていうのを、あの、やっぱ太ってる自分って太ってることに気づかないんですね。わかります、ね、まあ、そのダイエットを始めるにあたって、やっぱ写真を撮ったら、やっぱ写真が物語るように、やっぱりマツコデラックスなんですよ、うん、着てる服とかにもよるんでしょうけど、うん、やっぱりもう腰回りとかがもうくびれなんて全然なくて、うん、ね、横もであれば前の方ももうめちゃくちゃもう寸胴のね、うん、なんか、うん、ああいう感じで顔パンパン、顎はないみたいな、うん、手はむくれてるみたいな、うん、そうそうそう、そんな感じだったので、あ、本当にこれいけないと思って、うん、で、体重も測ると、なんか太ってたらこの体重も測らなくなるんですよね。見るのも嫌になるから、うん、もう太ってるからと思って、うん、その体重計に乗った時のその数字が、うん、超えてはいけない壁を超えてたって、たんだ、うん、あ、私ここまで来たんだって思った時に本当にあの危機感を感じました、うん、
で、まあ、その病気の話はちょっとしたんですけれども、まあ、そういうのも、うん、あのまた別の病気を引き起こしてくるんだろうなというあの危機感もあったので、うん、まあ、ちょっとその腸内環境をもっとあの良くしていこうということで、まあ、ダイエットをまずちょっとやらないとというところで、うん、始めたことなんですが、うん、そのダイエットを やっていくにあたってやっぱ一つのアイテムっていうのが先ほど言ったあの、うん、あるサプリメント、うん、魔法の粉ね、うん、そうそう魔法の粉ちょっと怪しく感じますけども、うん、まあ、それが本当すごくて、うん、すごいよね、あの乳酸菌生産物質っていうんですかね、うん、まあ、それがあの今知ってるところでは世界一っていうところで歌われている会社のものなんですけれども、うんうんうん、まあ、それがあの直でその腸内環境を良くしていくっていうところになるんですが、うん、それをあのダイエットのみにダイエットのみという形に変えたんですね、うん、で、飲み方としては朝昼晩食事の前に必ずそれを飲むということと、あと日中帯はあの水筒とかにあの溶かして、うんうん、持ち歩いて会社でもあの仕事しながらちょこ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 飲むっていう形のことをやっていたら、うん、あの1ヶ月にだいたい1キロから多い時で2キロぐらいですかね、うんうん、徐々に落ちていくっていう形になりまして、うん、じゃあ食事の方はどうなのっていうところなんですけれども、うん、食事もあの本当普通に何もあのストレスなくっていうところで、うん、何を食べてもいいっていうところだけはもう決めてて、うん、普通に今までと変わらない食事方法です、うん、をやってました。うん、でただやっぱちょっと気をつけないといけないのはやっぱりあの食べ過ぎっていうところはやっぱりちょっと、うんうん、そこはちょっとやっぱ気をつけてて、うんうんうん、じゃあその食べ過ぎっていうのもお腹いっぱいにならない程度っていうところで気持ちあのお茶碗一杯分のご飯を一口だけ減らそうっていうぐらい、うん、それぐらい、うん、でその一口目を旦那の茶碗に移すことを、うん、最初は普通に盛るんだ、うん、そう普通に盛ってよそって、うん、でそれだけその一口分を避けるのね。そうです、うん、おかずもいいね。それおかずも1個だけ旦那に渡すとかですね。そのちょっとほんのちょっとしたことなんですよ、うん、もうがっつりそのダイエット食に変えるとかじゃなくて、うん、お米も普通に食べてますし、うん、あと玄米とかも私あんまりそんなにこう、うん、そこまでしなくていいかなと思ってて白米が大好きなので、うん、白米でちょっと一口目減らすっていうぐらいの、うん、そんな感じであの進めていただければいいのかなというところです、うんうん、であの先ほども言ったようにストレスっていうのがやっぱりいけないらしくて、うん、ストレスを抱えてしまうと、うん、あの自律神経も乱れちゃうらしいんですよ、うん、で、はい、自律神経が乱れちゃうっていうことはまたあのうつ病になったりとか、うん、あとどんなにこう運動しても、うん、どんなにあの食事を取らなくなったとしても、うん、あの体重って落ちないんですって、うんうん、なんかそれもちょっとあのそういう知識もちょっともらってたのでとにかくストレスをためないっていうところだけは気をつけて、うん、もう普通に食べたいものは食べる、お菓子も普通に食べてました、うん、ただお菓子もそんな、ね、袋いっぱい食べるとかじゃなくってポテトチップ一袋とかじゃなくってもうあのある程度ちょっと食べたら満足するぐらいになるんで、うん、兆候もちょっと変わってくるから変わるんだって、ね、変わるの思考って私過ぎてますね、うん、そう、ね、ちょこっと食べぐらいで満足するから、うん、そう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 でケーキとかも普通に食べてましたし、うんうん、そうそうであとはね運動っていうところに関しては一切やってないんですよ、うんうん、それもやっぱなんかねすごい本当は やった方がもっとあの落ちるスピードは速いのかなというところではあるんですけれども、うんうんうん、あの運動も一切やってないです、うんうん、ただ今後にあたってはちょっとあのペースダウンもしかしたらしてくる可能性があるのでその時はちょっとあのウォーキング程度ちょっと近所を歩くぐらいとか、うん、あとこう階段を上ろうかなっていうぐらいの運動でちょっとストレスがたまらない程度あくまでもストレスですよね、うん、たまらない程度の動き方をやればいいかなっていうところでは、うん、ちょっと計画というか考えてはいます。理想のダイエットですね私からそうだよね私も真似ましょうね、うん、そうだけどさちょっと気をつけなきゃいけないなと思ったの、うん、今の話聞いてて、うん、誰もがみんなそうではないと思うんですよ、うん、あそういうことねそうだからその腸内環境の、うん、私もそのいつも魔法の粉って言ってるものがそうなんですけど、うんうん、それ飲んでるけどあれ飲んでるだけでさやっぱり腸内環境がすこぶるよろしくない方があれで改善されていくわけじゃない、うん、そうするとさっき言った病気のリスクとかさ、うん、そういうのもこう軽減されるっていうかだから病気にならないではなくて軽減されるっていうところなので、はいはい、これを飲んでだからあの自律神経がさその今お話にも出てきたように、うん
そのまあストレスだよね、そう、ストレスにならないような玉のりちゃんのその性格的なものとか、あの今まで食事をされてたものとか、そこが絶対全部マッチングしたんだよねきっと ね、 そうですね。だから飲んでるだけで、だから、あの運動しないで痩せたとかさ、だけどみんながみんなやっぱりさそれだけではないと思うんですよね。そうとは限らない。そうそう、だからすごくなんかほら希望が持てるなと思って、玉のりちゃんの話が、ね、だから今まで何をやっても逆にあの例えばシェイプできなかった方が、もしかしたらこれでだってシェイプできちゃうかもしれないってことだよね、そのストレスなく、そう激しい運動しなくても、食べるもの極端にこう、じゃあ糖質制限、炭水化物食べない食べないとかさ、そういうことしなくても、だって玄米じゃなくて白米を食べてたわけだから、だからその可能性もあるってことですごい希望が湧くんじゃないかなと。湧きますね。そうそうそう、私も真似ます、ね、真似てまずやってみます。まあ、今回このダイエットやってあの成功してるパターンではあるんですけど、まあその前もやっぱりダイエットっていうのはね何かしらちょっと挑戦してきたんですが、まあその会社員時代にはあのスポーツジムとかに通ってて、でもう1時間エアロバイクを漕いでとか、で あとは何あの筋肉トレーニングとかそういったのもがっつりがっつりやってたんですけども、やっぱり痩せないんですよね。いやこれこそストレスじゃない、本当にストレスで、そうそうそう。でまあ、仕事をやってたっていうのもあるんですけど、仕事、ね、会社員って何かしらやっぱりストレスを抱えてしまうっていうところで、やっぱりちょっと私の中ではそのストレスっていうところと自律神経っていうところがすごくなんか、今までのことをずっと振り返ってたんですよね、今までこんなにやってきたのになんで痩せなかったんだろうっていう、絶対そうだと思う。やっぱそこって大事で、まあ、今回その、ね、ストレスなくっていうところがそこが成功したのかなっていうのは絶対そうだよね、そうね、そうそうそう、すごいストレス太りってもよく 私よく言うんですよ、太ってるねって言われたらストレス太りでって、やっぱりそれストレスっていうのを溜めたらダメってこと ね、まず今田室里ちゃんが言ったように、私もちょっと真似て、ちょっと頑張ってみようかなって、でも美津子先生も4キロ落ちたんだよね、一応4キロ落ちたんだけど、今ストップしてる状態、あ、じゃあちょっと停滞してんのかな、ちょっと停滞また落ちますよきっと、頑張って、ちょっとまた真似て、本当に今日の参考にして、皆さんも本当にこれやった方がいいと思いますね、だって、ちょっと悩んでる人、すごいと思う。でその玉織ちゃん そのほらあの半年で11キロっていう、その前に私実際に1年で20キロ痩せた人も、この間3日前にも会ったりとかしてたけど、やっぱりそのさ腸内環境なんだよね。であの方がやっぱりこの自律神経が、あのちゃんと整えてないと良くないんですよみたいなことを発信してくれたんだよね。そこからスタートした、そこもなんかちょっとピンってきたんですよね、あ、これだと思ったんですよ、私もやっぱ自律神経ちょっと乱れがちで、ちょっとねそういう病気もしたことがあって、あ、これかなと思って、そうそう、本当にいいヒントをもらいました。マッチしたのね、だからその自律神経にもさ、なんだっけ、何症候群、モナリザ症候群だし、モナリザ症候群、そう、なんかそれがあの何個だっけ、何個あって5個以上なんかあるよね、今ちょっと私出してみよう、お願いします。モナリザ症候群、モナリザいくつ以上だったかな、なんかあるじゃない、6個以上あった、あの10項目ぐらいあって、これの6個以上あったら6個以上でしたっけ、なんかもうちょっと危ないみたいな、そう、私が出てきた、まあ、かろうじて5個だったけど、そうなんだまだ足しちょっと5つ以上当てはまったら要注意だって、ちょっとじゃあ今読み上げますよ、食べ過ぎていないのに太る、あ、待って、今読み上げる中で5つ以上当てはまった方は、もうあのモナリザ症候群ということで自律神経の乱れがあるので、あの体重が落ちにくくなってるんではないかということでいいんだよね、そうです、はい、じゃあちょっと読み上げますね、5つ以上ですよ、食べ過ぎていないのに太る、目覚めが悪い、朝食は食べない、運動はほとんどしない、家でゴロゴロするのが好き、これ全部だったんですで日中は座りっぱなし、お風呂はシャワーだけ、ずっとスマホをいじってる、睡眠時間が6時間以下、深夜1時以降に寝ることが多い。さあ今この1,2,3,4,5,6,7,8,9,10項目のうち5つ以上あった人が
やっぱちょっと自律神経の乱れから来て、いくらどんなシェイプをしても減らないんじゃないかということになるんですけど、三越先生、その今手があのドラえもんみたいにグーになってる、ギリギリ 5だよね。私も5だった。私3だった。あ、だから改善さ、すごい、前もそう、改善されたの、それ改善されたんですか。やっぱ寝ることにもちょっと注意はしてて、あの睡眠時間もしっかり6時間、うん、7時間以上、睡眠は私はいいと思うんですよ、うん、快眠だし深い、あのなんだっけ、あのシンデレラタイムとかなんかあるじゃないですか、うん、そこはちょっとしっかりね、 その時間は寝てないといけないとか、11時ぐらいとか ね、そう、寝てて朝もすごい爽快で、すごい目覚めもいいんですよ。5時半6時から起きてるし、だけどあと食事とかやっぱそれだね、とか、でもさ、わかる、そのさ、あの夜しっかり寝るとさ体重落ちるのわかる、私がなんか一時期これほら、あの今日あのが前にほらやった時に、これあの睡眠時間私もめっちゃ少ないから、とか遅いから寝るのが、ちょっと早めにしただけでなんか朝起きて体重すぐ測るけどトイレ行って、その時に落ち方がすごかったもん。あ、そうなんだ。だから早く寝てやっぱしっかり睡眠取るっていうのは絶対必要だと思った、その時。さしさん本当ショートスリーパーだもんね。そうですよね。そうだからなんか早く寝てもさ早く目覚めちゃう結局夜中から LINE が来たりとかおおって思うね。まあそれは置いといて、3時頃目覚めちゃう。本当やそれがちゃんとちゃんと快眠になってるんですね。これさ、おばあちゃんだよね。でもサイさんそんなに太ってないけど、まあそれは維持しないといけないってことね。やばい感じですよ。やばいなの。だから玉乗りちゃんの見習おう、本当にこのもうここを改善していけばいいんだな。そしたら玉乗りちゃんについていかないと私一人おかしくなって、でもさ朝食は食べないっていうのはさやっぱ良くないなっていうのはすごい分かるような気がする。あの少しでもねちょっと口にこのルーティンで私は必ず食べてるよね、三越先生ね。だからちょっとでもね、今たまるちゃん言ったように、ちょっとでもいいから、やっぱり空腹って大事なんだって、ダイエットの時に、だけどやっぱり朝はなんか食べた方がいいんじゃないかなっていうのを、私この間、やはりその75歳の、女性トップレジェンドの方と3泊4日共にしてたんですけど、前回の時もそうだったんだけど、朝すっごい召し上がるのよ。もうね、あのパークハイアットの一泊の朝食ね、いくらだったかな、1万いくらとか言って。え、そうなんですか。いや本当にすごいもん、あれくらいに起こしたみたいな。あ、そうなんだ。そう、もう一食はね、一食っていうかその朝のご飯が、でなんかすごい納豆とかいうのがあって、それ毎日朝、私も朝食べちゃったけど、めっちゃ美味しい、大粒で、食べたい。そうで、そこでもやっぱね召し上がる量が半端ないの。だけどなんだろうな、やっぱり偏ってないかも。野菜もてんこ盛り、フルーツもてんこ盛り、ご飯は、まあ、軽く一杯で、あとタンパク質みたいな、もうタンパク質は食べなきゃダメなのよねとか言いながら、もうお魚とかさ、その、まあ、食べて、その後にもゆで卵とかも食べてる感じ、でもお野菜もそうだし、フルーツもすごい召し上がるし、だからこれすごいなと思って。素晴らしいね。でも食べることは本当に大事だと私は思います。そうだよね、ダイエットだから食べないじゃないのね、じゃなくて、だから食べないとさ、あのストレス溜まるっていうのがやっぱこれも良くないってことだよね。そういうことですね。なるほど。これちょっとわざとらしくさ飲むわけじゃないから、ね、今喉がイガイガしたから、ね、魔法の魔法の粉ですね。白い粉じゃない、今日赤い粉。美味しそう。見えないでしょうけど、皆さん白い粉じゃない、赤い粉です。はい、へえ。でまずじゃあ睡眠時間と、じゃあ玉乗りちゃんが何意識してたことは、このモナリザ症候群の中の、その睡眠時間としっかり食べること、食事もしっかり食べる、お風呂は、お風呂はね、私あの内地の方だから、内地で当たってます、あの方だから、あの湯船に浸かりたい人なので、沖縄、一応それセッティングしてるってこと。そうですそうです、湯船にはやっぱ浸かりたいので、やっぱりね、沖縄はシャワーだけなんです、冷えるよ、冷える、沖縄やっぱり、やっぱりそうそう、ちゃんと入ってない、沖縄湯船慣れてないの、逆に、沖縄の人は、ね、だから私前に言いませんでした、これさ
本当びっくりしたのが、うん、まあ、6年前7年前ぐらいか、うん、沖縄でエステサロン始めた時に、うん、よもぎ虫とかがあるわけですよ、うん、で、あのお体の冷え具合を見て、うん、ほらあのよもぎのパックもさ、うん、何があるかってこう何種類かって選んでもらうんだけど、あと、まあ、オイルマッサージだったりとか、うん、人のお体も触ってたので、うん、まず冷えてる沖縄の女性、だから肥満が多いのかな、うん、まあ、食べ物とさ、うん、その冷えじゃない、やっぱり ねちょっと、うん、あの愛知系のなんかね、ちょっとそう、その向こうの内地の方との違いっていうのはやっぱりその肥満度と、うん、あと脂肪の硬さとかもそうだし、うん、あと本当に冷えてた、冷えてるかも、私それかもしれない、うん、それもある、うんうん、だけどその冷えをさ感じてないんだよね、きっと ね、 ね、感じてない、うん、もうこれで慣れてるから、そうだよね、うんうん、でだと思います、そうですよね、うん、だけどその冷えっていうのがやっぱりね、あの脂肪の質とかも変えていっちゃうと思うから、はいはい、うん、そこは気をつけた方がいいなというのは思った、言われたことあります、うんうんうん、でもこの硬さはなかなか痩せないよって言われまして、うん、でもなんかやっぱりお風呂入ることでさ、うん、ちょっと体もほらリラックスできるし、あのお湯の中に、ね、うん、ストーンと体沈めてさ、うん、温まってじわじわ温まってくるよね、そう、うん、それにまたね、こう入浴剤とかでもね、リラックスタイムとか、ね、入れてこうリラックスタイム作るとか、ろうそくとかキャンドルとかしちゃう、うん、そこキャンドルどちらかというと香り系ですかね、キャンドルは違う、キャンドルすごいな、いや、やってもらいたいな、たまねちゃんにキャンドルいや、もっとスピードが上がるかないや、私なんか昨日水シャワー浴びちゃった沖縄だったから良かったですね、無理っていうかシャワーも水とか絶対無理です、美浜から歩いてよ、もう荒浜でさ、あんだけ酒飲んでそんでもうがっつりさ歩いてさ、もう本当滝汗だから、でもずっともうスタ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 歩いて、でも滝汗で帰ってきてすぐバッと脱いで、もうそのまま水シャワーとか、いや無理無理水で頭洗っちゃってる、そう沖縄でも行く、うん、ちょっと水シャワーはできない私もでも普段は、まあ、でもあんだけ汗かいたらできるのかな、できるできる、うん、気持ちいいよで そう考えるとやっぱりあの冷えに私もちょっと注意してるかもしれない、絶対そう思う、うん、うん、いいことですね、水とか絶対やだね、酔って歩いたからできるわけだからね、うん、そう、私でも沖縄に、まあ、普通やってるわけではない、そうそう、沖縄来ると必ず湯船浸かりますもん、うん、だから昨日は水だったけど、そう、湯船に浸かんないともう無理って感じ、うん、足とか、そうなの、うん、だからあのこの間もほらあの北海道で3泊したけど、必ずホテルのバスタブにお湯を張って、うん、もう入るみたいな、うん、湯船疲れた。まあ、あの旅行とか例えば、うん、あの本土に内地に行った時とか、うん、ホテルでは疲れるけど、うん、もう沖縄では本当にこのないから、まあ、シャワーで、そうだよね、うん、それそうなんだよね。まあ、ね、作りが家の作り自体がこの、 あの湯船の このこれがないんですよ。うん、そうですよね、うん。あんまり作らない。もうシャワーだけ、うん、私だって一番最初にさ、ほら、うん、うちの旦那さん宮古島だから、うん、もうすごい何十年も前だよ、うん、宮古行ってさ、うん、あの家でさ、お風呂、じゃあお風呂入ってきなって言われて行ったらさ、一回草履履いて出てくるえ、どこですか、わかる、離れにあるってことでしょ、そうなの、冷蔵庫があるさ、倉庫みたいなところにさ、うん、バスルームみたいな、うん、バスルームとは言わない、そうですね、そのこの敷地内のね、うん、その敷地内で離れがあって、そこにお風呂場があったりとかするってことですよね、そう、でそこ行った時にさ、夏だったからもう汗よ汗、うん、滝汗よ、それこそ、うん、もう酒も飲んでてさ、それでさ、お風呂入ろうかなと思ったらさ、バスタブがちっちゃい、こんなちっちゃい、これお風呂ここに入れてないんだもう何十年も前だよ、うん、でこれは違うよなって言って、うん、だからこれ、あ、沖縄シャワーなんだみたいな、うん、そうなんですよ、でシャワー入ってあの入るじゃん、だけど外だから、うん、ある意味外なのよ、だから家の中で冷房も何にもないからさ、うん、だからシャワーしてあの出てきてパンツ履く時ももう滝汗になったんだよ嫌でしょ、嫌でしょ、私もね本当にこれ無理と思った、地域によってはありますよ本島でも、そう多分あると思う、いや私も本当無理と思う、なんかさダイエットの話からさ、あの沖縄のその話になってカルチャーショックを受けました、カルチャーショック
しく。いや本当だよ、もう地元だから私はよくわかる。で私はもうほらあの嫁で行ってるわけだけど、うん、もう無理って言ってで家の中もめっちゃ暑いわけ。もうダイエットの話であのエアコンがさついてないわ。沖縄の人クーラーって言うよね。エアコンって言わないよね。言わない、クーラーって言うよ ね、 エアコンって言わないね。私たちエアコンでしょ。そうか、エアコン、エア私普通にクーラーと思う。だから多分さ冷房だけだからじゃない、クーラーっていうの。ああ。エアコンディショナーってさ、あの何暖房もさ、暖房もついてる。あ、エアコン、あ、クーラーよ。そう、冷房だけ、あと除湿機がついてるだけで、そうそうそう、クーラー。そうよ。冬はどうしてるんですか。いや、つけない。あ、あ、もうとんでもない暖房なんか逆に私だから内地に行くでしょ。うん。中が暑すぎて外 の、 あの冷たさがとっても気持ちいいの、で沖縄は逆にサチさんね、沖縄に来た時に寒い寒いって言うから、寒い沖縄はお家で全然暖房つけないから、逆に寒い私家が、あの、沖縄の家が暖房つけちゃう、つけるよね、暖房つけない、ガンガンつけちゃうよね。そんな半袖パンパンだよね。慣れてない慣れてない。だから着るでしょ沖縄の人って、着るの。寒いと、いやそれがやだ、私もやだ。着るの、やだやだやだ、つけて、あ、もう暑く着てそれで暖房。いや、やだよね、暖房つけたら気分悪くなる。だ、暖房つけないと寒いから着るのがやだ、うん、着る。だから半袖と短パンに暖房、うん、そうそうそう、だからオールシーズン半袖と短パン。家の中は、私も家の中ではそんな感じ。そうだよね、リラックスできる。そう、リラックス、うん、いや沖縄は着て温まる、うん、だから寝る時もさ、あの冬はさ暖房つけてそれで布団剥いで寝るみたいな、で冬は感覚が冬はもうガンガンエアコンつけて布団かぶって寝るみたいな。ああ、なるほど。まあ夏場はちょっと似た感じだけど冬は全然違う。でも今さちょっと節電だからさあんまりこういう話しちゃう。そうですね。NG でしたね。まあダイエットからこの話で、そうそう、でも。でも玉乃ちゃんのダイエットのあれは絶対に参考にして、うん、そう、すごい。だからなんかもうみんな、ね、今日から始めるんじゃないのっていうような感じだよね。そうそうそう、うん、で、まあ、玉乃ちゃんこれから先また半年で、うん、また急に真面目な話になるけどさ、うん、本当にあと10キロやるわけですよね。やります、やってます。今ももう続けてるんだよね。今もずっと続けてて、うん、でもこの続けた方がいいよね、うんうん、そうで一応その何20キロが目標で、うん、そしたらもう終わり。いや、もうこれで OK、その後もちょっと続けていくと思います。自分のベスト体重になるまでね、うんうんうん、ベスト体重、うん、60キロ、うんうんうん、身長があるからね、タムノリちゃんね。そうだ ね、 うね、身長ある。結構65ぐらいまである。 3ぐらい、ちょっとぐらいかな、うん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 、って言ったら理想よね、うんうん、ちょっと昔の自分に戻れるのかなって、うんうんうん、なんでかね、分かんないんですけど、私だけちょっと家族で太ってて、みんな細いんですよ。だからね、なんか陰であんなね、ストレス溜めてたんだね。かもしれないですね。ストレス太りだったのよね。うん、あ、それって何、さっき言ったそのか、うん、内部告発ってご自分の家族？そうです、あの長崎に。よかった、私こったいさんの家族。これどうしよう、かわいそうだなと思ったじゃなくて。でもですね、あのこちらに嫁に来た時に、うん、あの親戚の方とかがいるじゃないですか。で、あの酔っ払ってもうね、こっちの方すごい飲まれるから酔っ払ってあの私の目の前に来て、その方が言ったことがデブって言われたんですよ。ショック。ショック。いきなり。この言葉一番嫌で言われました。もう酔っ払ってるからさ、ね、そう、あ、でももういっかと思って。でもやっぱね、ちょっとねショックだったっていうのもあったけど、うん、やっぱそういうふうにこっちには出さなくても、うん、やっぱね太ってること自体がやっぱそういうふうに見られてるっていうのはやっぱあったので、うん、そうだよね、私も最近しょっちゅう言われてるから、うん、もうショックだけど自分がやってしまってることだからって、うん、諦めてるわけではないけど、うん、分かってるけどと思いながらもう黙ってますね、うん、だよね、うんうん、頑張る。でも三子先生もさ、ほらいろんなダイエットが多分あると思うけど、うん、それでほら食欲抑えられないからそうね、これで本当自律神経さえ整っちゃえばさ、たまのりちゃんちょっと参考にして、うんうん、本当ちょっと私もやってみます、うん、ね。あと半年、たまのりちゃんは10キロ10キロ20キロ、うん、私はあと半年で10キロ、うん、
やって翌年、うん、来年の半年で10キロで玉乗りちゃんに近づきます、うん、来年ハワイ行くしね私たちね、はい、ハワイに行きます ね、うん、はい、その時ビキニ着てその時ビキニ着ないといけないよね、うん、そうそうおばさんがビキニ着てそうでもさこの、まあ、自律神経のそのモナリザ症候群に戻りますけど、うん、じゃあ食べ過ぎていないのに太るっていうのは、うんうんまあ、食べ過ぎなきゃいいってことじゃない？それそれ、うん、あ食べ過ぎていないのに太るか、うん、じゃあ食べなきゃいいの食べ過ぎていないの食べ過ぎてるんですよ私 そうなんだよ多分私食べ過ぎてるのよ、うん、三子先生ねだからこれは値しないですよねでもさ、うん、なんかあの食べないそのダイエットのために食べない人もいるわけじゃないですかいる、うん、これダメ、ね、で体重が減らないって、ね、何かしらで、ね、ストレス抱えてるんだろうなっていうだってさ食べなかったらさ出るもんも出ないから出ないしそうよねそうあだから腸内環境じゃないやっぱり、うん、やっぱそうだ ね、うん、それもあると思う、うん、で朝食は食べないはまあちょっとでもいいから一口でもいいから、うん、召し上がるようにするといいよって、うんで運動はほとんどしないのも、まあ、適度なね、うん、あの激しい、うんまあ、アスリートとかじゃないからさ、うん、で美ボディコンテスト出るの出ないでしょ出ない出ないでしょ美ボディとか美ボディとかほら出る人とかだったらさ、ね、大会とかだったらもう食事からもう全部脂肪を抜くっていうかさ、うん、体の中の、うん、それ必要だけどもまああの適度に、ね、歩くのはでも絶対必要なことだと思うのでそうですねつい最近というか4月だったかな私、うん、あの東京の方にあのダイエットセミナーって言って、うん、あのお笑い芸人の痩せナイトさんが、うんうんうん、されたあのダイエットセミナーがあったんですけど、うんうん、そこでもそのちょっと運動のことを言われてて、うん、あのどんなにこうジョギングしても痩せない、うん、じゃあ何がいいのかって言うとやっぱ歩くことがおすすめしますって言われてて、うんうん、あと半身浴もそんなにね、うん、あとサウナ、うん、あれでも痩せないよってのは言われてましたよね、うんうんうん、あまあサウナとか汗出すだけだからね、うん、結局はだけど多分体温まるから、うん、悪くはないんだろうけど、うん、あれを入ったからってやただあのサウナ出た時に体重測ると減ってはいるよね、うん、水分が出てるからうん、うんうんうんだけど脂肪が減ってるわけじゃないからねそう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 もしその、ね、こうちょっと運動とか考えてらっしゃったらそういうウォーキングとかあとヨガとかもいいんじゃないですかねちょっとこうリラックスしながらね、うんうんうん、体を伸ばしたりとかね、うん、ストレッチするからねそうそうそう、うん、凝り固まってるとこを伸ばしてくれるから、うん、血流も良くなると思うよ、うんうん、そういうのいいかもしれない、うん、今ね YouTube とかでもや見れるからですねそれと一緒にこうヨガやるとか、うんうんうん、いいかもしれないいいかもね、うんうん私もやってみようかな。それだったらできそうだね。うん、私まずやっぱり私は歩くことだね。うん、沖縄の人って車社会じゃないですか。うん私は確かに歩かなくなって太りましたよ、うん、あれね多分ね体重車に頼ってしまった、うん、体重だけじゃなくてあの足も悪くするそう悪くなる、うん、もう踊りしてるけど私足腰ちょっと弱ってて、うん、でもある魔法ので少し良くなってるけど、うん、魔法の出て、うん、何だろうでもだいぶ良くなってはいるんだけど、うん、やっぱ歩かないことで退化はしますよね、うんうん、そう退化するそれでやっぱり確かにまたこれもエステサロンの話だけど、うん、エステサロンの時の、うんみんな膝とか痛いって言ってるやっぱり女の人、うんうん、このあの年齢が例えば40代とかでもへえそうなんですねやっぱ、うん、ありえない、ね、もう内地では本当ありえない、ありえないよね、うん、ありえないだって沖縄内地ほども歩かないんですよ歩かないもんね、うんうん、あでも東京とかねいやもう向こうとにかく歩くじゃない4月に私そう、うん、私、うん、世界であ世界でじゃない私のこの人生で初の一人旅した時にもう歩いてあれだけ歩いただけでもうへたばってたので、いかに歩いてないかっていうの。みつこ先生あの時さあの時だっけなんだっけなあの東京来てさ私エスコートしたんだけど、はあ、もうさもう最後なんか来るさないでくださいあ2日目かあの1泊目は東京都内に泊まって2日目は湘南に泊まったわけよ。ことが終わってねで私あの車でさ迎えて、はい、あの疲れてるだろうなと思って、はい、で湘南まで車で戻ってきたんだけど私ずっと延々と喋ってんだけど見たら武藤とも車の中で寝てるあよっぽど疲れたんだなと思って歩いてるし、ね、それで必死で一応聞こうとはしてるけど、うん、もうダメなのそうそれで車乗った途端そうそれでホテル着いたからホテル着きましたよ着いたよって言ってあの降りた時に痛いって言ったわけよでえどうしたのみつこ先生みっちゃん何が痛いのって言ったら
なんか腹筋が痛いのって言ったんだよ、だからなんで腹筋痛いの、何もしてないの、だから歩いて、あの普段歩かはは言ってる、いやこれだけで多分筋肉使ってんだよ、あの普段使わない筋肉を、あら、まあ、使ってる、お腹のねこの腹部がそうそう腹部が痛くなった、あのこれ面白い話だけどさ、沖縄の おばさんとか、あの内地にたまに来ると本当に筋肉痛になっちゃうんだって、これはでも本当歩いた方がいいよ、そうです、ね、あの 足腰がさ、ね、あの弱くなると本当に、踊りのためにも本当に、うん、出歩けなくなるし、うんうん、そう踊りのためにもそうだし、うん、舞台にいつまでも立てないといけないし、ね、そうで歩けなくなるとさ余計に運動なんだろ こう行動範囲がさ狭まってきちゃったりとかするから、う、うん、確かに本当、うん、そうか、ダイエットして歩いて頑張って、うんうん、で綺麗になりたい、うんうんうん大丈夫ですよ、慣れますよ、慣れます、慣れましょうね、ね、そう、でもさっき そのお食事の、うん、あの食事を召し上がるって75歳 そのトップレジェンドは、うんうんうん、その方はやっぱりすごい歩くのね、すごいね、うん、でもあの、まあ、都内だからね電車の方が早いっていうのもあるから、うん、ちこっちでもね、あのタクシー乗ってるよ、やっぱりもうほらお金も持ってらっしゃるから、うんうん、あの仕事終わったらタクシーでお帰りになったりとかしてるみたいだけど、うん、だけどやっぱり歩いてる量が多分違うと思う、違いますよね、うん、75歳もスタースターだし、もうかかとの高いの履いてるし、うんね、すごいかっこいい、そうで北海道もほらご一緒したけど、うん、他のメンバーなんか私なんかともずっと一緒に行動してて、もう全然で次の日にさその方に会ったわけ、うん、したらあなんかもう昨日めっちゃ帰ったらもう疲れちゃう、私8時夜の8時ぐらいに着いたんだよね、うん、湘南に、うん、たら彼女はほら東京 であの飛行機降りてから荷物取ってすぐタクシーで帰ったらもう6時半にお家にいたわよみたいな、でも私なんか湘南でさ あのちょっと渋滞はまったりとかして、はいはい、あの8時過ぎちゃってで帰ってからもう本当になんかもう爆睡しちゃいましたよ、10時半ごろ寝ちゃいましたって、えなんで疲れたのとか言って、次の日私全然今日も平気なんだけどみたいな感じだ、お元気ですね、うん、理想もうこれもすごいね、うん、本当にだからやっぱりしっかり食べて、うん、しっかり歩いて、うん、で毎、週に1回、なんだっけヨガと、うん、あとヨガやってる、うん、あとトレーニングやってるのね、必ず、うん、だからやっぱりこの筋力って絶対必要だと、筋力そうですね、うん、そう聞きます、うん、筋力だよ、筋力ないと、うん、そうだと思うよ、だ多分玉乗りちゃんさそのままほら10キロ落ちたんだけど、本当にこの先10キロは、うん、歩いたらもうどんどん減ると思う、ね、そうですよね、うん、それ入れてみようかな、有酸素運動、ゆっくりした有酸素運動、うん、本当に筋力がついていいかもしれない ね本当に、うん、でも普段ちょっとやっぱ歩くようにっていうか、そのすごい、そのダイエットを目的に歩くじゃなくて普通の生活の中で、うん、デパート行ったらあのエレベーターじゃなくエスカレーターとか使わずに階段とかでとか私今エレベーターじゃなくてエスカレーターちょっと階段とか私すぐエスカレーター、うんうん、階段とかで登ったりとか、うんまあ、そういうところではちょっと気をつけたりはしてるんですけど、うん、でもそうだよね、なんかそういうとこ気をつけないとさ、うん、例えばほら内地にいたら駅はあのエスカレーターに階段を歩くとかさ、ね、そういうのができるけど、そうそうそう、沖縄って歩かない、歩く場所がないからさ、そういうとこ意識しないとできない、そうそうそう、っていうかデパートって あったっけとか、一箇所だけパレットパレットかパレットリューボーですよ、あそうだね、あそこ百貨店一箇所だけ、うん、でもさあのほらライカムだって広いからさ、うん、ずっとこう一日ショッピングしてればさ、うんね、でも椅子見つけたらすぐ座っちゃうダメね、ダメ、この意識から変えないといけないですね、でもねあのすぐ座るっていうけど、本当にこの間 その北海道旅行の時にあの初日があのパーティーだったんだけど、うん、初日と最後の日、初日はウェルカムパーティー、あの最後の日はフェアウェルパーティーだったんだけど、うん、フェアウェルの方はもうコース料理でドレスアップ で初日はさ立食だったわけよ今回、うん、だから2時間とか2時間半とか立ちっぱなしでさ、みんな酒飲んでシャンパンとかガンガン飲んでもうビュッフェで取ってきてみたいな感じだったんだけど、光子先生それ来年もあるからねそれまでは、うん、歩き立ってられるようにしないといけない、それも少しちょっとヒールの高い、みんな履いてるよ、履いてるんですよね、うんうん、うわ行くためにはでも今度はハワイだからね、うん、なんかどういう、はい、こう座ってるテーブルかもしれないし、ちょっとよくわからないけど、座らないように気をつけます、そうそうそう、でもね、怒られるよ、うん、でもやっぱりさ体がきちんとしてる人ってさ、うん、あの全部いいはずだよね、そうですね、全てに、うん、本当言えてますね、うん、それね、うん
ね、何かを気をつけててもやっぱりでも腸内環境かやっぱそこなんだ、うん、結局最近本当によく聞きますこのキーワード、あの腸内環境テレビでちょうど日曜日やってたんですよね、うん、世界一受けたい授業なんかあるじゃないですか番組は、うん、それで腸内環境のやっぱりそう脳腸相関の話で本当にそのまま、うん、もう本当にやっぱ腸内環境って大事っていうだよね、うんうん、これ一番みたいね、うん、やっぱこれが整ってないと絶対に何してもダメみたいな、うんうん、だからなそれでもほら玉乃ちゃんとかは、まあ、私なんか血飲んでるさっきからねあの魔法の粉って言ってるけど、うん、何を選ぶかだよ ね、うん、なねあの腸内環境を整えるものってたくさんあるって言われてて、うんうんうん、例えば今までは発酵食品食べるのよとかあとあのヨーグルト食べるのよ、うん、のよとか言われてても、うん、合わなかったらダメってことが分かったじゃん分かりましたあの自分のこの常在菌のね、うん腸の中にいる常在菌に合わなかったら何にも素通りよみたいな、うん、そうそうそうこれ分かった時にはえってもう本当に目からうろこで、うん、でも確かにさかにあのなんかあの話でもさ、うん、あのヨーグルトじゃあ便秘になったからって言って、うん、じゃあヨーグルト買って帰ろうかって言った時に、うんまあ、選んで1個買って食べるわけだけど、うん、次の日さ出たかって便秘が治ったかって言ったらそうじゃないよねそうじゃない、うん、だからそれは結局自分の腸の中にある常在菌に合ってなかったってことなんでしょ、うん、そう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 今までそれそうそう例えばこの人が、うん、あ私これ食べてるからすごいよって言って、うん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 、私も真似て食べるけど、うん、あれっていう感じ逆にお腹が張ったりとか、うんうんうん、それなんですよねそういうことですよ ね、うん、合ってないってことですよね、うん、そうだよね、うん、だから何を選ぶかこれ分かった時には、ねうんうん、あなるほどと思いました、うん、本当、うん、でそれがお腹の中でさ発酵されてさ、うん、もうその人に合ったものが出来上がるっていうことがすごいすごいことなんですよねそれがもう玉森ちゃんも全部さ全部この、 あのこの自律神経の話も、うんまあ、あの脳腸相関っていうことで、うん、あとその、 あの乳酸菌、うん、あ生産物質か、うん、そういうのも全部ぴったり当てはまった当てはまってるね、ねそうだね、うん、私も早く見つけなくちゃ参考にしながら見つけて自分なりの、うん、でもねあのこの間さその北海道の時一緒だった方が、うん、あの2年間1年半とかが、うん、1年半とかそれ同じのだよ、うん、あの飲んでても他の面では改善いろいろされたんだって、うん、だけど体重だけ落ちなかったんだって、うん、1年半私に近いじゃないですか、うん、だけどあのその1年半8ヶ月ぐらいだったかな過ぎてから1ヶ月に3キロって3キロ3もう一気にポンポンと落ちちゃったってで3ヶ月で10キロ落ちたってあすごいえ、うん、だからさ私1年ですよだからその最初のその彼女は 1年8ヶ月ぐらいは何も変わらなかったの体重がただほら他の面では肌が良くなったりとかそういうのがあったらしいのだけど急になんか体重が1ヶ月に3キロ落ちたなと思って次の月も次のだからあと3ヶ月だから9キロ落ちたすごいだからさその改善されてったんじゃない多分腸内環境がそうか一気にこう飲み出してその場から改善じゃなくて、うん、こう持続して飲んでることで、うんうん、そのサプリメント、うん、そうなったんじゃないの、そうだから本当スレンダーになってたらびっくりした本当に、うん、素晴らしいね、だから最近なんか、うん、あの前だったらやっぱりほら食べ物よね、うん、あなんかあちょっとこれ食べたら太るなとか思ってたものも最近気にしないで食べれるって言ってた、うんうん腸内環境が良くなるってことってこういうことなんだよねとか言ってそういうことですよね、うん、そうね希望が湧いてきた希望が 目の輝きが違ってます今日からさきっと10本ぐらいずつ飲んじゃう三つ子先生そうね今4本だったけど10本ぐらい飲んでるそうでもすごいよねちょっとたまりちゃんのこ の、 あのダイエットレポートみたいな、はい、なんかこの先もだからちょっと歩いたらこうなったよとか、うんうんなんかそういうのも、ねね、教えてほしいな、うんうん、ぜひ随時ちょっとあの報告という形で、ねね、で玉乃ちゃん の、 あのいろん な、 なんだっけそのビフォーアフター写真とか、うん、インスタグラムに載ってるんだよね載ってますじゃあちょっとあの、うん、インスタグラムのアカウントを今口頭で玉乃ドット沖縄全部すべて小文字の、アルファベットで、うん、たまのり沖縄で、うんインスタやってますので、うん、あのぜひよかったらフォローしてみてください、ねうんうんはい、あれ見るとすごい本当にさ、ね、だって写真すごいもん本当ね、うん、本当に写真ではもうよくわかる本当ちょっとグルメレポとかもあの入れてますので、うん、それも合わせて、うん、だからさそれが面白いよね、うん、こっちではシェイプされた体が出ててさこっちはてんこ盛りでさご飯食べててこんなに痩せるのみたいな、うん、わ
ね、なんかあんまりこう食べてないよっていうのもちょっとね思われたくないなと思って、うんうんうん、本当にこれが普通に食べて生活してるんだよっていうのもちょっと入れつつ、ね、うん、でも面白いかもそれ。だってみんなほらダイエットの時はさファスティングしたりとかさ、うん、そうちょっとなんか炭水化物減らしたとか、ね、さっきの話じゃなくてそういう風にして痩せてる、ね、くるわけでしょ、うん、運動もこれ何キロでもさ運動って言ってもさ、うん、やっぱ太ってる人にしてみたら、うん、運動ってきついと思うのよ。きつい、うん、きついよね。だから嫌になっちゃうよね。本当それがストレス。これこそストレスなるよね。だからある程度さやっぱシェイプされてから 筋力作りだったら分かるけど、うん、最初からさじゃ あのウォーキング何キロしてくださいとかさ、うん、ジョギング何キロとか言ったって、まあ、今ジョギングの時代でもないよねって感じだよね。そうですよね、うん、もうあの私湘南海岸江ノ島のとこだけど、うん、もう、まあ、朝とかすごいよ。みんなもウォーキング、まあ、ジョギングもしてる人たくさんいるけどもうみんなも歩いてるよ。もういつももう同じ人会うって挨拶みたい。そう、うん、だからやっぱ5キロぐらい行っちゃったねあの距離的に普通ですもんね。これ5キロは普通。5キロ私1キロもダメかもしれない。でも今ね歩かないよ。だって暑いんだもん。めっちゃ暑いですよね。いや、まあ、もうそれこそ何度も出るけど汗だくだよ、ね、逆にそれがもう嫌だからもう最近真夏なんか歩いてない。あ、うん、でも歩いてる、ね、海の家で毎日立ってますんですごいそうでしたね。そう足の裏が痛くなりそうね、まあちょっとホテルの話しようかなと思ったけどね。またじゃあ次回、うん、あの、まあ、ホテルの話っていうか、うん、そうですね、あこの前か前になるのかな。ホテルの話できたんだ。あ、うん、そうそう、まあこれ収録だからね、うん、収録収録そう、ということで、はい、まあ、玉乗りちゃんの、うん、まあ、なんだろう、玉乗りのダイエット記録とかさ、うん、あちょっとベタかなこれ。玉乗りのシェイプ記録違う、なんか題名つけよう。玉乗りの玉乗りのさっきのいいんじゃないですか最初の。玉乗りベタじゃない ベタ。あベ玉乗りの食べながら痩せようとかさ、それじゃダメかな。みんなそれやって太っちゃったら困っちゃう。そうなんですよ。そうなんですよね。そうなんですね。あ、玉乗りのノンストレスダイエットとか。あ、いいですね。あ、いいね、いいね。いいね。それもいいですね。うん、あ、いいじゃん。玉乗りのノンストレスダイエット。いいっすね。いいね。これも。それに続くみつこも。いいか。で、それみつこもって目が。フェードアウトしてくる。フェードアウト。なんでかって言ったら痩せないから。痩せた時には大きくなっていく。オッケー。一喜一憂。面白い。そう、でもこれちょっと月に1回いいかもしれない。いいかもしれない。報告的な感じ。いい報告的な感じ、うん。今皆さんどうですか、うん、って聞いたさ、私今月ほら、まあ、停滞してますとかさ、うん、何キロのシェイプ成功しましたとかさ、うん、でも今月食べたものはこれですみたいなさ、うん、なんかそういうのでもいいのかもしれない、うん、そうですね、そう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 、ねね、じゃあみんなそれでさ、うん、なんかやるとか言って、うん、そうですね、うん、私はじゃあ今月ビールを何杯飲んでみたいなレモンサワーすごい数になっちゃう、ね、あの海の家やってて昼から行っちゃうんですよ。もうお客さんにもらったりとかして、すごい、ね、うん、素晴らしいよ。サキさんのパワフルにはもう勝てない。そ, その代わり飲んで一杯でも生飲んだらその大体20分後ぐらいは汗だくだよ。やっぱりこれで出してるのね。なんか出ちゃうからさ、すごい、うん、そっかそっか。そうじゃあ玉なんだっけ、玉乗りのもも玉乗り玉乗り玉乗りのノンストレスダイエット、うん、いいね。に続くみつこここここここフェードアウトはい、ということでまたねちょっと、40あ50何分もう喋りっぱなしのもうダイエットの話になりましたけど、はい、今度ねあの、まあ、毎回毎回ちょっとテーマを決めて、うん、本当にあのもう女の人が何だろう、まあ、食いつくっていうかな、なんかまあ、私たちだけじゃなくても他の方たちも喋ってるような内容、本当にこう例えばカフェで話してたりとかもう飲みながら話してたみたいな、なんかそんなような内容ね、今日の感じとかね、うんうん、いやもう今日のもなんかすごいもう興味津々、ね、みんな、ね、女性がその好きそうな話題とかね、うん、いいんじゃないですか、うん、そうだよね、うん、いいよね、うん、だからそれでまた前やっていきたいなみたいな話になりました、うん、はい、では、またここでさあれなんだよな
金目鯛の煮付けって知ってる？知ってます、大好きです。これいいよね、金目鯛の煮付け。はい、そう、桑田佳祐さん、聞くとわかるかな、 CM で流れてたりするよ。あ、うん、うん、そう、今ね、あの桑田さんのさ曲って今ユニクロとかさ、ユニクロと、あとなんかいろんな、あ、損保、損保だ、うん、あ、そうだね、そうそう、損保とかでも、あの、いい曲作りますよね、本当に。もう本当だよね、もう天才だよ、天才、天才、サチさんの何、うん、来世の旦那様、そうよ、そうよ、うん、もうどこに行ったって言いまくってきちゃうよ、すごいね、来世の旦那様、そう、だってもう、だってもうしょうがないのもそうなっちゃってんからそうなってる、そうです、そうそうそう、はい、ということで、はい、じゃあもうちょっとまた桑田さんの曲は少しになっちゃうからね、はい、うん、じゃあ、はい、また来週、はい、さあ、はい、来週は何になりますでしょうか、お楽しみに、ありがとうございました、ありがとうございました、楽しかったです。